ちゃうかな。もうよかったらまだいだってもらっていいです。大丈夫です。はい。はい。まず、バイクっぽいんですけど、はい、まず違うのが、はい、これじゃなくて、親指のレバーでやる感じです。おー、はい、なるほど、はい。で、ブレーキは1本で前後両方効きます。なるほど、はい。で、これは後輪だけのバイクと一緒です。はい。でも使わないですね、ほとんど。なるほど。ブレーキ自体もほとんど使わないです。なるほど。はい。570の V ツインで、はい、ローダー、あ、一人だからエッチでもいけるかな。うん、うん。はい。エンブレが強力です、ローダーと特に。あー、なるほど。で、離すと結構うーんと効くので、はい、はい。その後このブレーキで全然いいと思います。うん、うん、うん。はい。なんでこれが結構、はい、はい。二足に入れてアクセルやっているようなもんなんで、はい、はい。ドッカンってやればグイッといっちゃいますし、うんうんうん、離せばグーッとエンジンブレーキ効くんで、一定に2500回転ぐらいでブワーッとしてもらうと、うんうん、ちょうど歩くぐらいのスピードになります。時計回りにぐるっと行ってもらいまして、はい、看板の右手から出ますので、そしたら今度こっちの左のこのコースですね。うんうんうん、で、真下通ってもらって。はいはい。はいはい。おぉ。いや、たまらなかったですね。おぉ、怖っ。怖思ってる以上に怖い。なるほど。おお、はいはいはい。ああ、なるほど。なるほど。正しいのか正しいのか。乗り物です、はい、あと川が2回ありまして、はい、1回目の川はそこに流れてるんですよ。そこは足上げなくても忘れても大丈夫です、はい、で2回目はこの建物を越えてって、はい、道路の方まで行って帰ってくるんですけど、そこの川深いです。お、ね、この辺まで水来ちゃうんで、あ、なるほど、こういうところとかフェンダーとかここでも大丈夫だと思います、はいはい、ちょっと足上げてきてください。なるほど、じゃあどうも、ここめっちゃですから、はい、OK、ヒロぐらい。おお。何これ。すーげえ。マジか。
けんだけど。おおおおおお。あ、終わっちゃう。いや、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。いや、楽しかったです。はい、ありがとうございます。いやすごい。一人なんですけど。